ほーら焼き上がったよ。豚の帽子で特製ミートパイだ。いただきます。やっぱり酒はうまいが料理はまずいって評判なんだよな、うち。それを先に言え。なめてんのかこのガキ。おい、こいつ剣持ってるぞ。やれやれ、困ったお客さんだな。片付けろ。たく、たりーな。俺に何の用だよ。ぶ、豚が喋ってる。いちいち驚くの、これだから田舎者は。僕、床掃除頼む。ち、めんどくせえ。残飯処理係も楽じゃねえぜ。たく、もうちっとマシな残飯食わせろよな。豚の丸焼きならもうちっとマシに作れそうな気がするな。うまーい。ここの残飯最高。七つの大罪。おう、若いマスターさんだともう知らねえか。手配書があるじゃねえか。あれだあれだ。10年前だっけ、王国全土から集められた聖騎士様が何十人も殺されたって大事件があってな。その犯人がこいつら七つの大罪よ。聖騎士長様に至ってはあまりにむごい殺され方で、見れた姿じゃなかったって言うじゃねえか。団長のメリオダスってのがまた恐ろしいやつでな、国一個滅ぼしたって話もあるくらいだ。お、諦めたらどうだった？大人剣！大人の姿勢！イエス！おお、おお、一部じゃ全員死んだって噂もあるけど。でもこの手配書毎年更新されてるぜ。やっぱまだ死んでねえってことじゃねえのか。
前誰だ？この子が七つの大罪？店に入ってきていきなりぶっ倒れたんだ。お前店？豚の帽子で俺の店だ。あなたがマスターさん？おかしいか？いえ、その背中の剣が見えたものですから。ああ、これか。ビビった？つかだけでもちらつかせてりゃそれなりに見えんだろ。これぞ食い逃げへの抑止力ってやつだ。おめえの飯を食わされた挙句に金踏んだくられる客の方が気の毒だ。あ、シャネル豚さんだ。フォークだぜ、よろしくな。そうだ、腹減ってないか？よけりゃ食わしてやるよ。フォークちゃんを？フォークじゃねえ、フォーク。解放していただいた上に食事まで、なんてお礼を言えばいいか。礼言う前にまず食ってみな。はい、いただきます。どうだ、まずいだろ？はい。やっぱり。でもすごく美味しい。なあ、お前あんな鎧姿で何してたんだ？探してるんです、七つの大罪を。なんでまた生きてるか死んでるかも分かんねえような連中だぜ。大悪党だぜ。開けろ、村人からの通告があった。おい、出てこい。呼んだか？なんだ貴様。俺はこの店のマスターだ。サビの騎士はどこにいる？そいつを出せ。出てこいよ。俺を呼んだか、このサビの騎士ホークを。この豚が七つの大罪ですか？なわけないだろ。なんと、俺は残飯処理騎士団団長なんだぜ。な騎士団があるか。この豚でよければ煮るなり焼くなり好きにして。どっちも勘弁しろ。ガキ、騎士を愚弄するとはいい度胸だな。アリオニさん、裏から女が逃げました。なに、急ぎツイーゴ様に伝えろ。おそらくその女がサビの騎士だ。おい、七つの大罪の一人を追い込んだとあらば相当な手柄。そうなれば俺もいよいよ聖騎士見習いに。なんだ、どうした？豚が突進してきます。来るな来るな来るな。
山猫の悲劇師団、うん、油断するな。七つの大罪を探してるんだ。聖騎士たちを止めるためです。聖騎士を止めるって何から。聖騎士っていやこのリオネスを守る騎士の中の騎士、英雄だろうが。でもその彼らがこの国に戦をもたらそうとしていたら。先日聖騎士たちの手により国王以下王族の者たちが次々と拘束されました。国王は病気で伏せってんじゃねえのか。それは聖騎士たちが流したデマです。彼らが何のために戦を始めるつもりなのか分かりません。ただ王国と周辺の町や村から人々を強制的に集めては着々とその準備を進めています。じきにこの辺りにも影響が及んでくるでしょう。マジかよ。大変だな。で、のんきだなおめえは相変わらず。でもさ、それと七つの大罪とどうつながんだ。唯一聖騎士たちを止める希望があるとすれば七つの大罪だけなんです。おっと、通告にあった人間かどうか確かめるのを忘れておった。決定、身元不明者2名死亡ってことでいいだろう。お前たち何を勝手に生きておる。わしの死亡決定を変更するでないわ。勝手に決定すんな。してどちらが七つの大罪とおぼしき人物だ。どちらも手配書とは似とらんようじゃ。これはわしも運がいい。その耳飾りの紋章は王家のものだ。つまり恩美は決定、エリザベス王女。エリザベス王女。エリザベス王女っつったらこの国の第三王女様じゃねえか。恩美には王国から捜索指令が出ており、生きたままトライオとのご命令ではありますが、事故死ならば致し方ないでしょうな。おお、決定、事故死。
決定。うわっ、エリザベス、おい、どこ行くんだよ。逃げ切れません。お前、諦めるわけにはいかねえって言ってただろ。私がおとなしく投降すれば、あなたの命をむやみには奪わないはずです。ちどの道ありゃ俺たち両方殺す気だぞ。どうして、私嬉しかったんです。たった一人で七つの大罪を探す旅に出て、旅なんてしたことなくて、すごく不安で、正体がバレないよう着慣れない鎧でクタクタになるまで歩いて、けど誰を頼ることもできなくて。なのにあなたはどこの誰とも知れない私に優しくしてくれて、だから私は名も知らないあなたをこれ以上巻き込みたくないの。メリオダス、それが俺の名前だ。まさか、そんな、あなたは、だって、そのシンボルは獣の、いえ、ドラゴンの。どういうことだ。わしの剣は確実にこやつを仕留めた。だが一撃をもらったのはこのわしじゃと。なんだそれは。俺の剣。待て、貴様の顔には見覚えが。いや、だとしたらなぜ昔と姿が変わっていない。俺が誰だか分かったか。まさか本当に貴様。決定、この尋常ならざる力は、あの伝説の。七つの大罪、憤怒の罪、ドラゴンシーン、メリオダス。これで一人目が見つかったわけだな、エリザベス。残りの六人のことなんだけどさ、俺も用があって、最近あいつら探し始めたんだ。情報集めのために酒場をやりながらな。これで看板娘がいてくれたら、客も情報ももっと集まるんだがな。え、一緒に行くだろ。はい。ツイゴ様、しっかり。王国
国に増援要請を。これは一大事だぞ。ナイスタイミングだろ。さすがホークママ。呼びに行ったのは俺だ。さあ行くぞ、次の町へ出発だ。ホークママ、蹴りをつける。エスタントフルブレイク、さてさてさて、
よし。豚の帽子だろ。今日は何の祭りだ。はあ、これが祭りに見えるか。聖騎士様が突き立てた剣を引き抜こうとしてんだよ。聖騎士が剣を。なんでまた。先日聖騎士様の怒りを買ってしもうてな。その方の魔力を帯びた剣が村の地下水全体を封じてしまったんじゃ。聖騎士様の剣を引き抜けるとしたら聖騎士様のお力しかない。村の者には言いにくいが、この村はもうおしまいじゃよ。ああみんなして何情けねえ声出してんだよ。俺の太刀の七つの大罪にかかりゃそんな楽勝だぜ。これミード、一体誰のせいでこんな目に遭ってると思ってるんだい。こらこら、you
我が息子は揃いも揃って女にふぬけよって。とことん抗ってやる。息子はそろ。私は村の全員が最高の出来と自負しております。まずい、馬の小便よりはマシな程度だ。うちの村のエールをよくも聖騎士なんか知るもんか。
げっ聖騎士様の先に虫が お許しくだされ。までに聖騎士様の剣を引き抜かねば、村人に課す取り立てを今までの10倍にする。むちゃくちゃだ。水が枯れたままじゃ10倍どころか1本分の酒も作れねえよ。これは罰だ。聖騎士様を侮辱しただけでなく、大罪に7つの大罪を友などとのだまったからだ。くそ、リードはバカなことさえしなければ。リード、またお前か。ガキじゃ面白くもなんともねえんだよ。取り立て20倍にすんぞ。お前なんかに抜けるわけないだろう。いい加減にせい。村長、わしら酒造りの誇りを傷つけたら誰じゃ。リードか。違うぞ。あの子の行為はいつだってわしらの気持ちの代弁だったのではないか。ねえ、俺も手伝おう。俺もだ。ミード、一緒に抜いてやろうぜ。おい、おめえら俺たちの話聞いてたか。20倍だぞ、20倍。よし、行くぞ。びっくりとも動かねえでやんの。俺たちは貴様らの安酒で飲み直しだ。差を感じよう。よく。バカだ。聖騎士さんにしか抜けない剣を。ガキが…ねえ、兄ちゃんはひょっとしたら本当に…おう、ひょっとしなくても俺はただの立派な酒場のマスターだ。そうじゃなくて…ミード、すまなかった。わしたちを許してはくれないか。行け。ミード…ミード…ごめんな、ミード。
さてさてさて。